はい、本日は、こちらソニーの MXD-D1 ということで、こちらの、CD と、MD デッキがツインになる、デッキになります。こちらの方ですね、以前開封動画をした時に MD を入れたらそのままもう出てこなくなったんですね。なので、もう使えない状態になってます。で CD の方も、CD を再生したんですが再生しないような感じで、完全に両方ダメな状態になってます。で今回はとりあえずこの MD をなんとか、メカエラーっていうのが出てますので、これを修理することで MD はなんとか使えるようになるんじゃないかなと思います。で CD に関しましては、状態を見て、ピックアップレンズの、交換で、治るようであればまた取り寄せて、修理の方していこうかなと思います。そんな感じで今日は修理動画を、メインに動画撮影していきたいと思います。それではやっていきます。はい、こちらの方がですね、ソニーの、MD と CD のデッキになります。結構ですねデザインはいいんですね。私個人的には好きな、デザインで、ソニーってやっぱり昔はすごい良かったですよね。ただちょっとこれ入れても抜けない状態になってまして、ここのメカエラーをなんとか、直せないかなというところで、今日は、こちらの方を重点的にやっていこうかなと。で CD の方は、レンズ磨いたりして、動くかどうか、救済できればそれでいいんですけど、救済できなければ、型番調べて、レーザーピックアップレンズの交換ですねできたらやっていきたいなと思います。でこちらが町のリサイクル屋さんで購入した、2000円で購入した機械になります。これがですねなんとか、救済できればいいかなと思うんですが、今日はそんな感じで進めていきたいと思います。それでは、一旦ですね電源を入れて、どんな感じかもう一回おさらいしていこうかなと思います。電源オンでこんな感じでもう MD がもうウィーンって言ってるんです。こういう感じで取れないよという感じですね。こんな感じだということで今から開けていきたいと思います。それではいきます。開封のぎ。はい、それではですねまず横のネジ2つ、そして、こちらも両方ですね、ネジ2つと、そしてから、後ろですね、後ろのネジも1、あれネジない ?1 箇所に、1箇所だけ、はい、この1箇所で良さそうですね。はい、それをちょっとやっていきます。横も開けていきます。で次こちらですね。よしよし。それでは開けていきます。オープン。よいしょ。はい、こういう感じになってますね。これが電源ですね。デンジャー電源で、ここが、CD の、スロットになっていて、でこの辺が、ロジックボード関連ですね。でこれが MD の、スロットになります。で今問題になってるのはここかなと思っていて、これのメカの部分が何かしらおかしいよということで、この辺もちょっと見ていきたいなと思います。ここからどんな動きをするかまず、見ていきたいと思います。これがベルトがないですね。ベルトがない。あれベルトがもう、ここ分かりますかね、ベルトがもう溶けてますね。ベルトが、これはもしかしたらこれだけで治る問題なのかもしれないですね。はい。あ、そうですね。ここは回ってますんで、ちょっとベルトを交換して、一旦動くようになるかどうか見ていきます。これもうめちゃめちゃ溶けてますね。これ。すごいな。はい。それではですね、これがですね、この上のカバーを取りたいんですけど、なぜか取れないんですね。なので、ここのネジ、ここ四隅にあるんですけど、このネジを外して、これを一旦ガバッと取ってみようかなと思います。外れない。なんで？下の土台まで外さないといけないですね。なので、この土台のこのネジ、これも取って、これまず一旦全部ドーンと取ると。で、取ったら、ここのね、これが多分、こっから抜けるんだと思うんですね。今、ここの前面に当たって、これがスライドしないんで、これが固定されてると。なので、これを一旦全部土台ごと取って、これをスライドさせれば多分取れるんじゃないかなと思います。この2つですね。これを取って、ネジを外すと。では、まずこのフラットケーブルを外します。フラットケーブルを外して、これを取っていくと。取れました。で、あとここですね、ケーブルがあるので、これも外しておきます。これを、こう、あれ？取れへんわ。こういう感じで取れるかなと思ったんですけど、取れない。見てください、これ。これベタベタなんですね、これ。これがもうドロドロになってますね。これ、もう、こびりついてるんですよ。ここがまず汚いっていうところと、で、こちらの方もすごいことになってますね。これをきれいに、もうこっから中覗いてきれいにしていきます。こちら、メンテナンスキャブクリーナー。これで、こびりついたゴムとか、この辺をちょっと取っていきたいと思います。はい。こんな感じで、こびりついた汚れはですね、なんとか取れました。ここ。はい。汚れはもうだいぶ落ちましたんで、これで、ベルトをはめて、動くかどうか見ていきます。この大きさのやつを、これで一回ちょっと代用してみようかなと思います。もう一旦ですね、輪ゴムの大きさがちょうどいいのがなかったので、輪ゴムで、1回作ってみました。まあこれちょっと応急処置で、これで、まず MD が、ちゃんと動くかどうか見ていこうかなと思います。それでは元に戻していきます。はい、 MD が動くのか動かないのか見ていきます。あれ？ああ、ちょっと浮いてるからですね。トックリーディング。ディスクエラー。あれ？リジェクトしない。あら。ちゃんとはめてないからかな。ああ、はい。で、あ、はい、読みました。こういう感じで読みましたんで、再生。いけてますね。うん。MO は、なんとか MD はなんとか読みましたね。うん。おそらくこのネジをちゃんと設置してやるとこのシャーシが安定するので、正確な動きになるんだと思います。はい、こういう感じでこれで一回、ネジを止めていこうかなと思います。ネジを止めて、きっちり動くかどうか見ていこうかなと思います。はい、それではですね、今から電源を入れて、起動テストをしていきたいと思います。はい、それではで MD 再生いけますね。うん。これでちょっと音が出るかどうか、試していきたいと思います。楽しみですねこれ。うん。それでは運命の音出し MD 入れていきます。で、あ、これ MD。あ、読んでますね。はい。で、再生。いきます。うん。映ってます。あれ？再生できてますね。あれ？音鳴らへん。あれ？ゲージが動いてないですね。あれ？なんでやろう？MD も回ってるし、あれ？ちょっと待って。ああ、ちゃんとアクセスは、うん、できてますね。けど音が鳴らない。あれゲージ今出てきた。これで、あ、出てますね。お、治った。あれ今ゲージ出えへん。なんで？あれまたゲージ出えへんなった。MD の問題なんかな。じゃあ、16曲目。あ、なるわ。ちょっと別の MO を挿してみたいと思います。はい。それではこれを挿して、音が鳴るかですね。なれへん。あー、なんか、わかったかもしれないですね。もしかしたら、MD の規格が、何やったかな。MSDL？ なんかその MD の規格が、高圧縮率の記憶方式だと、もしかしたら、これが認識できないのかもしれないですね。うん。圧縮率の問題でエラーだと思って勘違いしている可能性がありますね。どう考えても再生できてるもんな。で、記憶方式が対応してないので、これが再生できないのか。多分その辺かなという気はしてきました。なので CD をちゃんと直してやると、まあ基本的には感知できそうな気がしてきましたんで、CD のレンズ、これを調整していきたいと思います。これ。ここちらノーディスクで、読まないんですが、どうもですね、ここの、あ、ちょっと見づらいですね。これレンズがちょっと曇ってるような感じがするんですね。もしかしたら、このレンズを取り替えるっていうよりも、このレンズをきれいに、磨いてやれば、もしかしたら読むようになるんではないかなと思います。なので、一回その辺を見ていきたいなと思います。まず一旦 CD を再生して、ちゃんと再生するか見ていきます。それではまずトレイをオープン。トレイはちゃんと開くんですね。で、はい。ディスクは回転すると。とはいえ、ノーディスク。っていうことで、一旦ですね、レンズを除光液で一回きれいにしていこうかなと思います。はい、汚れありますね、やっぱり。結構やっぱ汚れがありました。はい、それではですね、これで読むようになったか見ていきます。あれ？ノーディスク。あれ？ダメでしたね。やっぱりダメでした。もう一回ちょっときれいにしていきます。やっぱりトックが読まないですね。トックリーディング。ノーディスク。ああ。CD 読み取り装置がやっぱりもう限界をきてるのかなと思います。曇りを取って再生できるかなと思ったんですが、それもダメだったということで、CD の方は、こちらですね。ここに調整。ピックアップのレーザーの調整できるネジがありまして、これを5度ずつ上げていきながら、もしくは下げていきながら、認識するかですね。そこをちょっとやってみようかなと思います。で、まず、初期位置に線を色塗っといて、わからなくならないように、マジックかなんか塗っておくと。マジックですね。はい、マジック塗りました。これでどうなるか見ていきたいと思います。で、分からなくなったらここのマジックを塗ったところが、まあ、初期地点という形で戻せるので、これでちょっとずつ回して見ていこうかなと思います。はい、それでは右に5度回していきたいと思います。これでちょっと音出しをしていこうかなと思います。右にずらすと、レーザー出力が強くなると。で、左にずらすと、レーザー出力が弱くなる。出力を上げれば上げるほどいいかって言ったら、そうではないみたいで、逆に弱くしないといけない場合もあるみたいです。まあ、その辺ちょっと微調整していけるかどうかは、ちょっと今からやっていこうかなと思います。はい。無事読みました。珍しいですね。CD のこの調整で読むっていうのは、なかなかなかったんですけど、今、弱くなる方向に10度ぐらいずらすと、読みましたね。うん。これでトックリーディングから、はい。で、再生。あ、いけてそうですね。はい。今回は珍しく、CD と M を両方再生することができました。まだ課題としましては、ちょっと MD の方が、ある曲は再生するんだけど、ある曲はこのゲージが上がってこないっていう問題がありまして、まあそれはもしかしたらこの機械が古いがために、まあ新しい記憶方式が読めないのか、ちょっとその辺はですね、調べていかないとわからないとこなんですが、まあ一旦とりあえず、まあこれで、治ったということにしときたいなと思います。まあ録音とかもですね、やっぱりちょっとしないと何とも言えないんですが、まあ、一旦はこれで、録音もちょっとやってみて、まあ、最終調整していきたいと思いますが、まあ一旦これで良かったかなと思います。はい。まあ本日はこんな感じでですね、CD も読んで、MD も読めたということで、非常に良かったかなと思います。まあ、こちら2000円で購入したものが完全に完治したと。まあ、完治してるかどうか、完全にはわからないですが、まあ、とりあえず良かったかなと思います。まあ、本日はこんな感じで、動画の方、終わりにしたいと思います。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。やっほはい、そんな感じで終わりです。